いやてか普通にさ、お前ちょっとこれ編集ちょっと雑なんだよね。もうちょっと綺麗にやってくれる？その雑っていうのを具体的に指摘してもらいたいんですよ。抽象的じゃなくて。いやそこはあの感覚の話なんで。いや感覚？いやボードレーサーと一緒だから別にもうなんか見て学べみたいな。だから船木当たんないんだよ。あうっせえお前は。感覚なんだよボードレースの編集も。もうこっちも我慢できないぞ。あなんだ？やるか？やるかお前。まあお前らどうした？何をやってるんじゃ。仕事の話ですよ。ちょっとあれが気が立っておるな。市長会長はちょっと黙っててください。編集できないじゃないですか。お前は何ができるんだ？なんでお前ら。何もできないだろてめえは。死ね。お前らちょっと気が立っておるな、本当に。いや別に気立ってないですよ。忙しすぎるからいけないんじゃないか。それ忙しいよ、こっちは。もうちょっと自分のペースで仕事をせんか。こんなに毎日仕事尽くしで、こんなね、自分のペースとか言ってらんないんですよ。こんな、やらなきゃいけないんだから仕方ないだろ。だからやってるんだろ。おとなしくやりなさい。なんか結局やれみたいな。ただわしもちょっと少し君たちにスケジュールをさすがに詰めすぎておるとは思っておる。そうだよ本当に。本当にマジで。あ知っとるか、仕事で一番大切なもの。何ですか。何。休みじゃ。休むのも仕事じゃ。お前ら休んどるか。休んでねえよ。休むのも仕事じゃ。生ぬるい。休みなさい。ちょっと休もうかな。二人で旅行でも行ってこい。旅費ください。旅費。休みなさいっていう命令だったからね。そう命令だから。おかしいおかしい。サラリーマンが休日取って会社が金出すことないだろ。まあ、分かった。じゃあこれで行ってこい。行けるだろう。それで休むのも仕事。休まないやつは無能。行ってきなさい。井出を開けゴマ。井出を開けゴマ。ワードチョイス。ちょっとあれだね。野郎二人にしてはちょっとおしゃれすぎたな。早速どっちのベッドがいいとかもないし、もうすでにもう。まあ独身。自分の部屋。今ですね、ちょうど6時半と。うん、6時半。お腹空かない？もうずっと食べてないからね。俺うまいラーメン屋知ってっから。え、本当にラーメン食ったことないっていうの。いや、腹減った。めっちゃ腹減った。むしろ今日これを食べに行くために軽食で済ましたまであるからね。あ、もうこれが予定に入ってたと。入ってました。ここ絶対福岡来たら私は行きたいと。いや行かなくちゃいけないと。そんな美味しい。いやちょっとね、美味しいもそうなんだけど、あとちょっとね、我々に少しゆかりのある場所ではあるので、多分タクシーで5分10分で着くところなんで。よし、戻る。着いたぞ。もうね、車降りてからもういい匂いしかしない。ここだ。
はいはい、浜谷さんが、はいはい、首都江戸を初期の頃から押してくれてる。おこちらのお店なんですけど、はい、あのダンケシェンっていうと煮卵を一つ作ってる、これ2年3年ぐらい前からずっとやってくれてるダンケシェン、はい、煮卵を一つ作ってる。あ、僕もダンケシェンお願いします。2つ、はい、すごい。ダンケシェンっていうのはただ煮卵、嬉しい普通に嬉しい。とんでもない飯テロが来ましたね。これやばいね。これはね、あの絶対やばい。これやばい、ね、これ深夜に見たらちょっとやばいですね。これやばい、うん、あ、絶対美味しい。いただきます。美味しい。ダンケシェン。あ、届きました。こちら裏大島だ。裏だよね。こちら裏です。これが裏でしょ。こちら裏です。これが普通のもう。これね、毎日食える。めっちゃ優しい、ほんと。店主の三つたけさん。あ、はい、どうも。もう、ダンケシェン煮卵ありがとうございます。いいよ。こちらのお店ね、はい、ちょっと秘密がありまして、その背中を見せて、はい、おえ、これオリジナル T シャツ私がデザインしました。すごい。大野義明選手の横断幕もあるんですけど、全く同じデザインのステッカーをこれいただきまして、これね、見たことあるね、うんうん、これはちなみにあの他のお客様ももらえるんですか。これこれはどうなんですか。私がやった時、はい、持ってれば。ああ、なるほど。じゃあ、ね、こちらの、ね、東屋さん、うん、来てもしかしたらこのステッカーが欲しいですと言えば、うん、もらえるかもしれないということで、はい、ありがとうございます。美味しかった。美味しかった。美味しかった。分かった。はい。ありがとうございました。また遊びに行きますので。はい。めっちゃ美味しかったです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。はい。ちょうど8時前だ。おお、55分。いい時間ですね、うん。お腹もいっぱいで。帰りますか、ホテルに。いや。いや、福岡まで来てやることっつったら一つだよ。だってボートレース場もう無理でしょ。え、何するの。いや、パチンコ打つの。その土地のパチンコをたしなむっていうのが、うん、我々ギャンブラーとしては筋だから。いや、だってさ、まあ、そもそもパチンコ屋さんがさ、どこにあるかも分かんないじゃん、こんな福岡さ来てさ。確かにね、うん、だってさ、こうやって、ま、見てもさ、周りマンションだらけじゃん。マンションだらけ、本当に。これパチンコ屋じゃね。あれ、退職すんだよ。1000円分出てきたの。最初に勝手に出てきた。いや、違う。この店勝手に1000円出てくる。初めてだろ。初めて。いや、福岡そうなんだね。パチンコは1000円からだぜ、お客さん。その際
いくらだっけ結局私結局全て玉を取られ残ったのが残金っていう、だから僕5000円投資なんですよ。8000円負けたんで、で乗り打ちだから、ちょっと待ってないないない、あれおかしくない、乗り打ちじゃないって言ってたよね確か。なんかいやいやいや、あれ皆さんこれ見てください、はいドン、あ、言ってるよねこれ、言ってるよね、これ編集でいくらでもできるじゃんそういうのって、だからこれ、まあ、1000円持ってっての、うん、これでだからこれでちょうどだね、違うよ俺3000円だから、この500円をこの3000円も4000円も変わんねえよ、なんでそう、そういうのがおかしいんだろ、おかしいだろ、変わんねえ、なんで投資が多いやつが持っていくんだ逆に普通逆だろそれじゃあ、ただいまの時刻10時15分、じゃあ帰ると思いきや、はい、まだあるよ、楽しみの福岡、え、この先何がある、うん、なにこれ、え、カフェ&バー、ホバトさん、我々がねお世話の一緒によく出演してる中金さんいらっしゃいます。あ、はい、中金さんいらっしゃいます、ね、で中金さんの、中金さんを育てたと言ってもいい、うち TV チャンネルさんたちが、まあ運営しているバーみたいな、でこちらホバートというね名店がありますので、中金はちなみにいません。うわ超感動。もうずっと来たかったんだよ。はい、では。あ、そういえばマイケルシータさんですよね。え、そうですそうです。申し遅れました。私江戸セポネと申しまして。中金さんから聞いてます。はい、中金さんと聞いてます。はい、中金さん、いらっしゃいませ。あ、マイケルシータさん、あ、もうずっと待ってます、ずっと、これ旅動画なんで、ね、あ、そうですよね、行く先々で、行く先々で、はい、多分酒好きだろうとか甘いんじゃないですか、これ内容さんよ、今撮ってます、はい、はい、今撮ってるんですか、はい、そう、なぜ勝手撮ってんだよ、はは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 カクテルとか作れます？余裕です。あ、余裕ですか？余裕です。ああ、じゃあちょっと気分に合わせてカクテル作る。あ、わかりました。ですけど、じゃあボートなんで、はい、じゃあ何号艇が好きですか？あ、僕5号艇好きっすね。あ、わかりました。じゃあフレッシュ5号艇です。フレッシュ5号艇ね。フレッシュ5号艇。マジ？こんなんで作ってくれるの？余裕です。スーパーミルク系の白と緑の。今なかった。あ、やなかった。はい、こうです。そう、横にすんの。すごい。タバコの指の先で。やめてください。フレッシュ5号艇です。これ名前がフレッシュ5号艇なんですか。そうとも言います。あ、なるほど。はい、またの名をミスティア神社と言います。あ、なるほどね。はい、ミスティア神社。ちょっといただきます。美味しい。これずっと飲めそう。ありがとうございます。これは優秀なバーテンダー。いや騙されんな、騙されんな。ありがとうございます。ごちそうさまです。ごちそうさまです。美味しかったです。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。江戸さんなんだって？
言いたいことがあるんだったら。いや、なんかちょっとさ、うん、俺また小腹が空いちゃったんだけどさ、これ罪深いかな今さ、うん、時間がさ、うん、1時29分だよ。1時半なんだよ。あ、もう半になったね。これどう思う？いやでもさすがにラーメン2杯目はきついよね。それはちょっとチートだよ。そうですね、それはやばい。チート以外になっちゃう。茶漬け熱いな。熱い。食いたくない？うん、いや、これは絶対いいと思う。いいよね、行くしかないでしょ、これ。こっちがカンパチ、こっちがタイ茶漬け。タイ茶漬け、はい、タイをご飯に乗せた、ちょっとわさび、ちょんとちょんと、で、ご飯に浸かるほどたっぷりとかで、そんなもんだね。江戸さんから出る吐息がもうあのこの料理の美味しさを物語ってるよね。ごめん、ちょっと俺コメント後にするわ。ちょっと今これ食べたい。何の動画でこれじゃん。ごめん、あの言葉失うほど飲むんですよ。おやすみ。スリーボードレーサー、もう誰が勝っても初優勝なんだけど、やっぱ一番気になるのは桑原さんです。桑原さんだね。ただね、一番問題はですよ、この優勝戦強豪揃いだよね。強豪で一番問題はね、これなんだよ。完全にこの人の優勝ね、もう阻止しようとしてる。一応ね、昨日の、一枠が決まった時のインタビューで、はいはいはい、5枠が良かったなって言ってるんですよ。一枠は緊張しちゃいますと。ね、まあ、初 V がかかってるから、デビュー初 V ですよ。デビュー初 V かかってるんですよ、桑原さん。不安はあるけど、一からはちょっといろんな意味で買いたいよね。うん、いろんな意味で買いたい。応援船券とか、まあ期待も込み込みで、うん、ただね、うん、今日あいにくこれなんすよ。実はですね、台風があの沖縄の下ら辺に来てると。いや、そうなんだよ。11号午後持ってくれるかなってところなんですけど、自己紹介。初めまして、私江戸セボネと申します。どういうこと？そういうこと？初めまして、私マタルと申します。これは勝てる、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 これは勝てる。感想、感想、ありがとうございます。なるほどなるほど。ありがとうございます。すごいいいね。なんかこう正面入ってすぐこのステージがブースがありますね。すごいいいね。ここの大画面もすごい。確かに映えそう。これあどこの城とは言わないけど全然綺麗で、そこと比べるとやめとけ、うん、やめとけ、うん、いやまあまあまあ、どいやいやいや、別にそんな特定のエリアは言わないけど。大時計がでかいよ、江戸さん。いや知ってるよ、大体あんなもんだよ企画としては。桑原さんしてねえかな。桑原さんしてたら、桑原さんマジ頑張ってって言いたい。あ、桑原さんじゃねえ、あれ桑原さんだよ。おお、桑原さん頑張ってー。あーでもまあ集中してるな、今仕事中邪魔しない方がいいな。東大八条越しでしょ。で、今 100m 越しあたりにいるわけでしょ。だから今日のもう優勝戦の西島さんの前付けを想定してるかもしれない。あー完全にしてるね、うん、ここら辺からのお越しだなって。めちゃめちゃシミュレーションしてるよ。いいですね。はい、あ、デコートももうね、俺はね、あの江戸さんイン買う？買わない。俺今日イン買わないと思う。オッケーオッケー。レースによるけど、まあ12レースの桑原選手は分かんないけど、うん、はい、じゃあ渡るボーイ、まあ、僕の買い目がこちら、はい、16前後。
お休みの1200円ということで、はいはいはい、まずジャブ。なるほど。俺もね、ちょっとジャブるつもりだったんだけど。これはボディもあるね。ボディだね。完全ボディーブロー入ってる、ね。ボディーブロー入ってるね、うん。そのボディーブローが相手に対してなのか我々に対してなのかちょっとわかんないんだけど。行ってみよう。行ってみよう。一発目、行ってみよう。3行ってるね。あ、でも意外と落ちそうだな。てか2がありそう。やばい。1残しちゃいそうだね、これ。あ、それダメだよ。それは2の差しか。差し入った。4はそれだったら来た方がいいんじゃない。いやー、きつ。きつ。だったら4伸ばして。何が入ってんな。あ、でもこれは3000けど持ってねえんだよな。あ、でも1-2だ。1-2だ。いや、1-4が結構本線だったと思う。でもめっちゃ2詰め寄ってる。なんかこれ腕で1逃げれたけど、やっぱりちょっと足弱そうだよね。すげえ。痛みを分け合おうぜ。くーくー悔しい。12の4号の124とかっていう、しかも500円ってちょっとね多めにやっちゃった。勝負レースじゃねえかお前、うん、もう僕にしてはもう勝負ですよ。412全300円、あと2の21買いたかったけど安かったから切って、2346以外の全みたいな感じ。4頭しかない。あ、4いってる。うわ、だる。あかんあかんあかん。いいんだけど4号はあかんよ。24ならある。24ならある。42もある。24ならある。よしよしよし、お前も持ってる。24ある。俺も24。42持ってる。お前42持ってるで。42は持てない。24。俺は4号はあかんよ。4号はあかんよ。4号ダメよ。1か5よ、1か2よ。いいねいいね。これほぼ当たり、412だから。あ、これも大丈夫。あの、転覆しなければ大丈夫。無事故完走で、無事故完走。そうなるよね。ボンさんって行く時はある。あ、全部ある。俺4は確か全にした。宮玉の時だけ6切ったけど、多分ね、ワンちゃん41の方が高いと思うんだよ。4号ダメって。大丈夫ね。あ、いいな。危ねー。怖いよ。ちょっと俺4持ったら持ってるよ。持ってたと思うよ。持ってるよね。行ったよね、俺4って。24だったよね、ダブルだったけど。安全に、マジで安全運転。よし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 、いいね。美しい。こういうことだ。渡る見たか。これがアナトーの実力だ。ただあまりフラグは立てなくない。
大丈夫ね。はいはい。オッケー。ナイス。ダダ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 。よし、満身悪い。やった、ナイス。やった、気持ちいい。よし、じゃあワダルボーイ、はい、お前にボートレースの楽しさってやつ見せてやるよ。This is Japan だから。お金を数えています。ハレルーヤ。ありがとうございました。お金だ。お金お金。いくぞ。いざ4レース。ちょっとまだあれだね、未来が明るい。あ、明るい明るい。いやー、80起こしだね、これ。1万と1000円。